よく晴れた天気になりました。マツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対阪神タイガースの1回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはカープの先発野村がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。打ちました。右中間に大きな打球。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。これで10試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には和田入っています。さあ、得点圏には先制のランナー、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。初球ボール。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。いい形でアウトが取れましたね。ただ次は怖いバッターなんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね。さあ、気をつけていきたいバースバッターボックスです。打ちました。いい打球だ。伸びていく。どうだ、入れば先制。そのままスタンドに入りました。先制のツーランホームランです。タイガース、これで3試合連続のホームラン。カープ先制を許します。2対0になりました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ご覧いただきましょう。警戒はしていたのですが、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターボックスは4番掛布。前回のゲームではホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。しかしホームランばかり固めて打ちましたよね。そうですね。さあ、ここも期待がかかります。カープ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。バッターファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。打順は5番石峰。前回のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。いいところで打って勝利に貢献しましたよね。さあ、この調子を維持していけるか。2アウトランナーありません。初球ストライク。内へ低めに変化しました。これは内へ外れます。引っ張った。高いバウンド。サードゴロ。サード取った。これで10試合連続安打。2アウトランナー1塁。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、初球は要注意ですね。狙っていることが多いバッターですよ。なるほど。どういった攻めを見せてくるか。牽制のうまいピッチャーですから、迂闊にリードは取れないでしょうね。そうですね。初球大きく外れています。次が2球目。ボール先行。ランナー動いてくるか。次のボールは甘くなると痛い目に遭いますね。なるほど。さあ、どう来るか。ここは甘くなると長打になる危険性が高いですから、やはり低めが無難ですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースツーランホームランがありました。2対0。さあ、ランナーを1塁に置いています。
バッターボックスには田中。送るのであればきっちり決められる選手ではありますね。なるほど、そうですか。空振り。ここはクイックがうまいピッチャーなんで、それを計算に入れて盗塁しないといけないですよね。なるほど、そうですね。2球目打ちました。これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。一塁線落ちてフェア。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。さあカープ同点のチャンスを迎えています。早めに振り出しに戻しておきたいところですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには阿部が入っています。ノーボールツーストライクです。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。ランナー三塁二塁は変わりません。さあそれでも同点のチャンスは続きます。さあそしてバッターボックスには鈴木が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあカープとしては早いうちに追いついておきたいですよね。なるほど、そうですよね。インローボー、打ち上げた。高い打球になった。ライン際へ打ち上げています。掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそして打席には松山が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあカープとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど、そうですね。打ちました。ファールボール。インサイド打った。お手元の内野ゴロ。一塁送球。一塁アウトでスリーアウト。カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム、得点には至りませんでした。1回終わりました。2対0、タイガースがリードしています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、怖いバッターというイメージがありますけど、逃げると逆にやられますから、強気で攻めるピッチングでいいと思いますね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐんだ。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。カープ追加点を許します。3対0。ここで一発を浴びてしまいました。その差を3点とされています。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。この序盤戦さらにリードを奪われます。8番バッターはキャッチャー日戸。前回のゲームでホームランを含む5安打の大活躍でした。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあここも期待がかかります。カープこの回追加点を許しています。打った。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。スタンドには届きません。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあ打席には先発の西が入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球ボール。2球目は何で来るか。この球は見送ります。ファウルです。ここは見ます。スリーボールになりました。カーブ、すくい上げた。ここは打ち上げています。野村が抑えています。ワンアウト。さあそしてバッターボックスには松永入ります。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。まあこの点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。空振り。ここはランナーをまず何を投げてくるか。ファウルになります。引っ張った。これはどうだ。阿部一塁送球。アウト。際どいタイミングでしたが、スリーアウトチェンジです。しかしバッターは野村。フォアボールのランナーが出ています。初球は何から入ってくるか。低めは。これは入っていました。ノーボールツーストライク。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。今画面に出ているのが先ほどの配球です。
微妙なところを攻めてきます。ストライクです。ボールになります。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。高め外れてボール。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトからランナーを出してしまいました。このランナーがピッチングにどう影響していくでしょうか。最初は変化球できました。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。わずかに右に切れました。ファールボール。ワンボールツーストライクです。打ちました。高いバウンド。ショートゴロ。ショート取った。アウト。ワンアウトです。さあそして打席には石峰入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが追加点は許したくないところ。序盤でリードされている分ここは離されないようにしないといけませんよ。なるほど。そうですね。2球目打ちました。レフトに大きな打球。レフトをバックする、バックする。レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。4対0。カープもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。6番バッターオマリー。カープこの回1点を失っています。さあ4点を離されなおも得点圏にランナーを背負った場面。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。インコースの変化球見ています。ボールが3つになります。キレがありますよね。アウトコース際どいところ変化球が決まっています。空振り。ここはランナーを変えさせません。2アウトになりました。切れました。ファールボール。これは変化球。低めは外れました。さあ4球目は何か。引っ張った。サードゴロです。取った。一塁送球します。一塁アウト。スリーアウトです。しかしさあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは田中。そして一塁ランナーは野間。ここは走らせてみてもいいかもしれませんね。打ちました。さあどうだ。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。二塁へ送球。これでマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには阿部が入ります。さあ追い上げのチャンスを迎えています。まあ、ピッチャーを助ける意味でも早めに返していってあげたいですね。なるほど。そうですよね。高め空振りを取りました。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ここはランナー返せません。ワンアウトです。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあでもチャンスは続いていますから。初球打ち落ちました。サードランナーホームイン。カープ1点返しました。レフト期待を裏切らないバッティングでした。点差を縮めます。まあそうですね。ここで一気に攻めたいですよね。ここで得点が入りました。初球バットが回ります。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど。この打席のポイントになりそうですね。よく見極めましたね。膝元変化球がわずかに外れて引っ張った。ファーストを取った。セカンド送球。二塁アウト。アウト。ダブルプレイ。なんとか得点まで行きたかったんですが最後はダブルプレーに仕留められました。併殺は避けなくてはいけなかったですよね。バッターボックスは8番木戸。まあ、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方には注意したいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。引っ張った。サード取った。アウト。ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが先発の西がバッターボックスに入ります。ここは雑なピッチングにならないようにしたいですね。そうですね。真ん中打ちました。ヒットになった。
ワンアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って松永、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ライト掴んで2アウト。バッターボックスは2番和田、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。初球ボール、ちょっとカウント苦しくなっています。打った高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、センター深いところ破っていきました。これで9試合連続安打、2アウトランナー3塁2塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。そうですよね。まあそしてこのバッターは逆方向に引っ張った、これはどうか、一二塁間を破る、セカンドランナー三塁を回った、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。タイガースライト前のタイムリーヒット、6対1になりました。カープもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックス掛布。まあカープとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。初球打ち、弾き返した打球は右中間へ、ここはフライになっています。野間が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。6対5回の表。小宮山さん、ここから逆転するためにもこの回はぜひゼロに抑えなくてはいけませんね。まあそうですね、もうこれ以上点をやったらもうゲーム壊れますんでね。最後の踏ん張り、その食い止めることができるんでしょうか。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。さあまず1球目、初球打ち、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。アウトコース外れます。これが3球目、打ちました。ライトバックバックバックする、ライトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー三塁二塁です。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸び突き刺さった、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。カープ追加点を許します。9対1。ここで一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。さあマウンドを任されたのは中崎、今シーズン7試合目の登板です。抜群の安定感です。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。膝元への変化球ボールです。三遊間、田中抑えて、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは今日の先発ピッチャー西。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ここは注意しないといけませんね。初球打ち、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、タッチはアウト、これでワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席はライトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから。打った、大きな打球になった、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。バッターボックス和田、先ほどツーベースを打たれたバッターなんで、ここは長打にも気をつけたいですね。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。
空振り、ここは空振りでアウト。初球打ち、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐんだ、入った、ホームラン、スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。強引に打ち返された打球はスタンドまで運ばれてしまいました。カープ追加点を許します。12対1。いやー、これは失投でしたね。そうですね。バッターは4番掛布。初球ボール、打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、13対1。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス石峰、今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。うん、もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガース、この回は打者一巡の猛攻となっています。この試合は先発野手全員安打を達成しています。打ちました、これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。これで3連打。2アウトランナー三塁。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の宮島。さあマウンドに上がったのは宮島。今シーズン4試合目の登板です。まずはボールから入りました。打った。センターに強い打球。センターバック、センターバックする。センターオーバーのヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、14対1。カープなおもピンチです。さあバッターは真由美。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。外角高めへのストライク、打ちました、いい当たりだ。左中間に大きな打球、レフトセンターバックする、入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。低めのボール、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス木戸、先ほどの打席は内野安打でした。これが1球目。初球打ち、レフト下がっていく、下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰っていきました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ピッチャーに打順が回って先発の西がバッターボックスです。いやー、さっきは打たれましたけど、そうそうピッチャーに打たれるわけにはいきませんよ。そうですね。打った、田中取って、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは打ちました、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー2塁です。ここでタイガースダイソーを送ります。新庄セカンドランナーに入ります。これが初球、打ちました、大きな打球になった、レフトオーバー、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ここでタイガースダイソーを送ります。栗田セカンドランナーに入ります。
バッターは3番バース。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構え、2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。カープもうこれ以上点はやれません。ここでタイガース代走を送ります。バティスタがファーストランナーに入ります。打席には4番バッター掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、これが2球目。キレがありますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボール2ストライクです。打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターは5番石峰。今日はここまで4安打を記録しています。まあここまで当たっていると配球も難しいでしょうね。もう投げると引っ張った。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ。セカンドランナータッチアップ、三塁はセーフ。バッターボックスは6番オマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。カープなおも三塁一塁のピンチです。打席には7番バッター真由美。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、タイガースこの回7人目のバッターに、はい、ここでタイガースダイソーを送ります。アリアスファーストランナーに入ります。初球打ち、この打球はフライになっています。ピッチャーが構えます。取ってツーアウトです。打席には8番バッター木戸。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ツーアウトになっています。外れていきます。ボール先行です。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。カープ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。次はピッチャーの打順ですが、先発の西が打席に入ります。好投してますから変えずに投げさせますね。そうですね。豪快なスイングは空振りになります。ファウルになります。打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。レフトの前に落ちました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のアドゥア。さあマウンドを任されたのはアドゥア、今シーズン3試合目の登板です。さあ初球は何か、アウトコースストレートが決まっています。インローを見送っています。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。なるほど、そうですか。これもファウル、引っ張った、高いバウンド、サード取った、一塁へ送ります。これで3連打、ツーアウトランナー二塁一塁。バッターはダイソーから起用されている栗田。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。いいところで打って勝負強いところ。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン、三塁へ送ります。二塁はセーフ。
タイガースが突き放します。鮮やかなタイムリーヒット。カープ、もうこれ以上点はやれません。バッターはダイソーから起用されているバティスタ。前回のゲームでは無安打に終わっています。ファウルになります。2球目打ちました。ここは打ち上げています。田中が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。初球打ち、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、打席には5番バッター石峰。初球は変化球から入りました。さあ2球目は何か。ファウルです。この打球は構えます。3球目打っていきましたがファウルグラウンド。ちょっとすっぽ抜けた感じです。三遊間、田中取って、ワンアウトランナー一塁となりました。打順は7番真由美。今日は3本のホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。ファウルになります。打ちました。この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。カープ、もうこれ以上点はやれません。打順は8番木戸。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、今日はバッティング絶好調。2打席連続ホームランが続いています。切れました。ファールボール。またファウル。スライダー外れてボール。打った、高く上がった。大きな当たりが外野を襲っている。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。フェンス直撃の。さあバッターボックスには先発の西が入ります。調子は悪くはないですから次の回もということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。バッターボックスには代打のデスパイネ。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、痛烈な打球、切れていきます。ファウル。ここもファウルです。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。アドゥアが掴んで2アウト。今日はダイソーで途中出場の新庄。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました、痛烈、切りました。ファールボールです。打ちました。田中一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターボックスは8番相澤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。
先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね、そうですね。ヒットでアウトコース打ちました。この打球はフライになっています。掴んで2アウトです。バッターボックスには代打の長野。2アウトになっています。高めの変化球から入りました。落ちる球できました。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。これから8回タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのは今村。今シーズン6試合目の登板です。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー三塁です。今日はダイソーで途中出場のバティスタ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーは打ちました。セカンドゴロ。セカンド取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。打順は4番掛布。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよ。打ちました。菊池一塁送球アウト。ツーアウト。打順は5番石峰。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。このホームランでサイクルヒットを達成。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。今日はダイソーで途中出場のアリアス。先ほどの打席は内野安打でした。初球ボール。次が2球目。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。真ん真ん中左中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。引っ張った。これはどうだ。よく取った。一塁へ。アウト。ファインプレイ。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。バッターボックスは4番鈴木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。高め打ちました。キャッチャーが落下点に入ります。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが最終回になりましたね。いやもう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。初球打ち。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。
バッターボックスには代打の浅村。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ちょっとすっぽ抜けた感じです。牽制セーフ。打った、左中間に大きな打球。これはどうか、センター左へのヒット。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。カープ、もうこれ以上点はやれません。打順はトップに帰って新庄。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ふわふわっと上がった。キャッチャーが落下点に入ります。キャッチャーがファールグラウンドで抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。甘いコースですからね、初球から行ってもらいたかったですね。しっかり捉えた。ワンバウンドヒットになりました。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。タイガース追加点。カープなおもピンチが続きます。打順は3番バティスタ。初球スタンド一直入った、ホームラン。バティスタ、さらにダメ押しの一発。今シーズン第3号のツーランホームラン。カープ痛い一発を浴びています。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。カープ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。バッターボックスには4番掛布。インサイド落ちました。さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。これで三連打。ワンアウトランナー三塁です。カープピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは九里。さあマウンドを任されたのは九里。今シーズン4試合目の登板です。際どいコース見送っています。低め外れました。ボール先行です。ここは安易にストライクを取りに行くとやられます。ジャストミート、これは大きい。入った、ホームラン。石峰、さらにダメ押しの一発。今シーズン第18号のツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。カープ追加点を許します。このカウントバッターを狙って思い切り振ってきますから、裏をかけないとこうなってしまいますね。はい、バッターボックスアリアス。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。バッターボックスには7番真由美。今日は3本のホームランを放っています。ツーアウトになっています。ファウルになります。ボールになります。低め、落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライクです。引っ張った、サードゴロ。阿部一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。8番バッター相澤、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、相澤ヒットが出ました。ツーアウト。
バッターボックスには代打のメヒア。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点で変化球打った、グラブ弾いた、ボールを拾って一塁送球、これはショートのエラー、しまったという表情。バッターの野間、ここのところ5試合で打率は2割を切っていますが、不調に陥ってる感じでしょうか。いやスイング自体は悪くないですし、今日はヒットを打ってますから、そう心配することはないでしょうね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。おっとどうだ、この打球はファウルグラウンドへ、切りました、ファウルボール、右中間へ、このフライはどうだ、落ちるか、最後は外野フライ、掴んでアウト、これで3アウト、試合終了です。残念ながらカープ敗れてしまいました。これぐらい一方的な負けの方が諦めがついて気持ちの切り替えが早いかもしれません。ただ非常に反省点が多い内容でもありましたので、この負けをぜひ次に生かしてほしいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。